はい、ありがとうございます、はい、先ほどまではユッキーさんがジャガ海外協力隊でパラグアイで何してたのかっていう部分をお伺いしたんですけど、はい、この動画ではユッキーさんが今何してるのかっていうところをお伺いしようかなって思ってます。もともとパラグアイにいた時にキャリアを考える時間っていっぱいあって、でその中でも、まあ、日本でやるっていう医療もあるし、海外でやるっていう医療もあるし、はい、いろんな選択肢あったと思うんですけど、結果的に何をされたんですか？今やってるのは地域の地域医療みたいな、はい、でも地域医療って言ってもいっぱいあると思うんですけど、はい、どういう医療のことを言うんですかね？まあ、いわゆる町づくりみたいな感じです。あ、そうなんですね、はい、私たちがあることで、うんうん、その町や町に暮らす人たちが健康だったり、はいはい、その人たちにとっての健康だったり楽しみっていうのをちゃんと見出して生きてきたりっていうところにあるよみたいな感じですかね。あ、そうなんですね、うん、じゃあ今地域で働かれてるっていうことあったと思うんですけど、うん、はい、今じゃあどちらにいらっしゃるんですか？今は長野県の軽井沢町にある、うん、あ、そうなんですね、はい、ホッチのロッジっていうところに、はいはい、ホッチのロッジってすごい面白いキャッチーな名前なんですけど、はい、どういう意図で？まあ、ちょっと言いは踏んでるんですけど、はい、ホッチっていうのは実は地名なんですよ、はい、で、はいはいはい、ホッチにあるロッジなので、うんうんうん、ホッチのロッジで、ホッチのロッジのロッジは地に点々なんですけど細かいこと言うと、はい、そうなんだ、はい、へー、なるほど。実際そこは何をしてるところなんですか？はい、ホッチのロッジは診療所と大きな台所があるところっていう風に診療所と大きな台所があるところ、はい、そういうことなのか、はい、なので入院施設はない外来、生まれたての赤ちゃんから100歳超えるお年寄りまで誰でも来れるっていう一般的な内科や小児科、緩和ケアとかこう最後の看取りっていうところまでを踏まえた外来と、あと病院に通えなくなっている方に関して行く訪問診療っていうの、なので医師がお家に出向いて定期的に診察をするっていうと、看護師がお家に行くっていう訪問看護、あとはデイサービスっていう機能もあったり、医療のケアが必要なお子さんたちが通ってきて昼間そこで過ごしたり、成長とか発達とかなんかそういうところも一緒に見ていくっていうような児童発達支援っていうような。ああ、そうなんですね。あ、じゃあ結構幅広くされてらっしゃるんですね。そうですね、場所としては私たちは好きなことをする、病気や年齢、うんうん、症状じゃなくって好きなことをする仲間として出会おうっていうのをキャッチフレーズにしていて、なるほどなるほど、つまりは私看護師です、あなた病気の何々さんですね、よろしくお願いしますっていう出会い方じゃなくって、うん、食べることが好きな菊池です、お花が好きな何々さんですねっていう人が、うんうん、私たち自身もいろんなフックを持っていて、はい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 、そこに関わる人、一緒に行きたいなっていう人がいつでも立ち寄れるような場所。なるほど、そういうことか。まあ、中には台所が大きくあって、そこで昼になると温かいご飯が作られて、まあ、それが私たちメンバーの栄養にもなったり、ちょっと関係ある人たちが寄ってご飯一緒に今日は食べましょうかっていうところだったりもなっている。なるほど、そういうことなんですね、はい、なるほど。じゃあ病院の機能を持つだけではなくて、うん、はい、コミュニティとしての機能を持つ、そうですね、施設っていうのが、はい、ホッチのロッジっていうところなんですね、はい、めちゃくちゃ覚えやすいですね、はい、その名前、はい、はい、はい、今じゃあそこで、はい、ユッキーさんはどんなポジションで今いらっしゃるんですか？一応役職としては、はい、訪問看護ステーションホッチのロッジっていう事業所の管理者っていうことになってるんですけど、うん、あ、そうなんですね、はい、じゃあそこの管理者として働かれてると。そうですね、なるほど、はい、ちなみになんですけど、ホッチのロッジをなぜユッキーさんが知ったのかってところを聞いてみたくて。あ、はいはいはい、何きっかけでそれ知ったんですか？それは実は帰国して1回北海道に行ったんですよ、うんうん、2年間で1年間受け入れてくれた病院と、うん、2年目はその病院があった地域で出会った訪問看護師さんのところで働かせてもらいたいと思って、はいはい、そこの2年目にいた訪問看護ステーションの管理者の方が、私もともと長野出身だったので、地域で何かを活動するっていうことであれば自分の家族や友人が近い場所で自分の力を使いたいなって思ったんですよね、はい、そういう話はしていたので、軽井沢にそういうのできるらしいよみたいな、うん、そうなんだって言われて、はい、それで知らないですって調べたら、うん、軽井沢っていうのは私の地元の長野県だったり、はいはい、友人もたくさんいる東京とかとも、うん、ちょうどほとんど間で、確かに確かにいい感じでっていうのもあって、 その管理者さんがホッチのロッジの運営元になっている福井県のオレンジっていう医療法人あるんですけど、まあ、そこの人と知り合いだったっていうところからつながったっていう感じです。すごいですね、なるほど、はいはい、ありがとうございます。じゃあ今そこで働かれてるじゃないですか、はい、今後のキャリアどうしていきたいのかっていうところもちょっと聞いてみたくて、はい、まあ、今長野にいらっしゃると思うんですけど、はい、今後ユッキーさんはどういうことをやっていきたいなっていうふうに考えてるんですか？はい、一つの出会いとか自分の心がそっちに向いてしまったらそっちに動いちゃうだろうなっていうのは常々ずっと思っているので、うんうんうん、そういうアクシデント的に動くってことはいつでもあり得ると思ってるんですけど、今のところは人生で初めて期間を決めないで働いてるんです。あ、そういうことですか？もう今まではもうここまでやったら次これやろうっていうのを決めてずっといたんで、それでも全然飽きないんですよ、先が見えないんで。そのホッチのロッジっていう場所の一員でもありながら、うん、訪問看護みたいなものとか、うん、ああいうものが知っているだけで、うん、自分の人生もっと安心できたり、うん、楽に生きれたりとか、
したりするんですよね、はいはい、なんかそういうのをもっと知ってほしいなって思うし、はい、一歩はそれを広めるような活動をっていうのでこういう働き方があるよっていうことを後々の人たちにこう示せるようなみたいな、はい、と、はい、まあ、やっぱり自分が外国人として外国に暮らした経験からどういうふうに声かけてもらったりとかこうしてくれたら嬉しいよみたいなのも結構味わっていて、なのでそういう日本に来ている外国の人たちの健康にうまくつながらないような人たちのところを何かできることをやれるといいなっていう思い、うんうん、なるほどかなと思ってますね。ありがとうございます、はい、2つ目の部分なんですけど、はい、僕も同じ認識持ってて、マジョリティのところからマイノリティのところに行って外国人として受け入れられるっていうところの難しさとか大変さっていうのを知ってるから、日本にいた時に外国の方が何かしようかなと思った時の支えになるとか何かお手伝いができるっていうところは僕もすごく納得で、でも実際今のこっちのロッジで働いてる時って外国の方と知り合う機会っていうのは多いんですか？割とねあるんですよ、うん、そうなんだ。軽井沢町っていうところがですね特殊でインターナショナルスクールもあったりするので、そうなの、町の中に1個あるんですよ。なのでそこの先生だったりそこに入ってくる海外の学生だったり、まあ、日本人の人もいるんですけど、うんうん、そこも決まってる学校医さんとかいるんですけど、はいはいはい、でもちょっと困ることがあったりとかうちもつながってたりしてますし、軽井沢も結構欧米系の方多いですけど外国の方も一定数いて、でうち英語もドイツ語も喋れるメンバーもいて、ホッチのロッジ ホッチのロッジで、でうちホッチのロッジは職種が医療職だけじゃなくて文化企画を担当するものとか保育士もいるし環境設定する人もいるんですよ。なのでそういういろんな人がいる中で活躍してくれるっていう、ああ、そうなんですね、結構英語で電話来る時がたまにあるだからみんなが出れるわけじゃないんですけど、はい、彼女がいたらもう繋いで、なるほどなるほど、彼女が予約取ってくれて通訳入って診察やったりとかもするし、あ、じゃあ地域医療とは言いつつ、はい、結構海外との接点はあるんですね。なんかねあるんでしょうね。なるほど、ありがとうございます、はい、ちょっと最後にっていうところで2つだけ聞きたいなと思ってて、はい、いろいろ海外の人たちと接点を持ってて、はい、で今日本にいるわけじゃないですか、はい、パラグアイから日本に戻ってきた時、はい、日本ってどう見えました？やっぱり電車とかが決まった時間に来るのすごい、うん、単純にね、はい、この時間のキチキチさとか、うん、あの1分のためにでももう走れないみたいなそうなんです、うん、食事とかはどうでした？日本の食事はまあ美味しいじゃないですか、はい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 、パラグアイの食事、私ホームステイ先のママ料理の先生だったんで、村の女性たちに料理を教える仕事とかもしてたんで、はい、すごいな、ね、美味しいことばっかだったんですよ。じゃあもう全然苦にならなかったんですね。ならなかったんですよ。日本食食べたいなっていう時なかったんですか？それがパラグアイ実は日系移住者やって70年の歴史でそこまで行けばそれはバスで何時間かかりますよ。でも、はい、普通のラーメン食べれるし、マジですか？味噌もあるし納豆もあるし、はい、お寿司とか食べれちゃうみたいな。そうなんだ、めっちゃいいですね。そうなんです。なんで結構恵まれていてですね、はい、めっちゃいいですね。そうなんです。まあ、じゃあやっぱ時間は予定通り来なかったんですね、はい、なんか人が集まりしない出発とかまあそうそうです。だから帰国してからちょっと変わったかもしれないですけど、高速バス乗るようなバスをヘイタクシーみたいな感じで止めるんですよあ、マジ？そうなんだはい、ここで乗りますみたいな、はいはい、で、あ、ここで降りるからみたいな、うんうん、バス停とか特にないみたいな、ね、バス停とか、そうそうそう、はいはい、はい、いくつかはあるけど、だいたい何時に待っていたら通るよみたいなのを、うんうん、キオスクみたいなところのおばちゃんに聞いて待ってて、今日来ないねみたいなみたいなとかだから来ない時はずっと待ってるみたいなね。なるほど、確かにそこは結構日本とは違うところですね、うん、あと1点、看護師とか今後なんか今、うん、国際協力とかに興味を持ってる人だけど、うん、まだアクションできてないなっていう人たちにアドバイスするとしたら、はいはい、なんすかね、行ってみるしかないですよ。あ、そうなの。もう行動あるのみです、うんうん、パラグアイ自分が行きたいって選択しなかったけど、はい、行ってみたらめちゃくちゃいい国だったみたいなね、うん、そうです、そうです。それを、ね、選ぶのも自分次第だと思うんですけど、うん、パラグアイに行ってる中でも私本当自分もちょっと違うと思ってたけど、うん、あ、やっぱそうなんだっていうの気づかされたことがあって、うん、言葉もうまく通じないとか周りが何言ってるかあんまり分かんないとかって、うん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 、すごい自分を消極的にしていくんですよ、はい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 、なのでママと会話していく中でも、うん、ユキはまだ起きてもいないことで心配して悲しんでるって言われて、起きてないのになんでそこでその感情を持つのみたいな、うんうん、やってみなきゃどうなるかなんて分かんないのに、うん、もったいないじゃんっていうことを結構何回も言ってくれて、すごいですね。本当に会ってみたいぐらいもう本当に様々ですよ本当になのでそれでも結構あ、そうだよなって毎回思ったんですけど、うんうんうん、結局やってみないとどうなるか本当分かんないので、やるしかないんです、うんうん、あれどうなるかな、こうなるかな、やってみなきゃ分かんないですよ。そうですよね、うん、だからリスクはもちろん考えちゃう部分もあるけど、リスクをずっと考えてもそんなに意味ないんで、はい、そうですね、まあ、やってみてそれで失敗したら失敗したらいいじゃんっていうパラグアイの考え方で、本当そうです。リスクあるね、うん、やってみました、そうなった、じゃあそれがどういう意味かを意味付けるの結局自分じゃないですか。いや本当そう、本当そう、だから失敗にならないですよね。いや、おっしゃる通りただの道だみたいな、うん、
僕はもう本当それ大賛成なので、はい、なるほど、はい、そういうことですね。本当でした。はい、ありがとうございます、はい、今日はですね、国際協力の中でも JICA 海外協力隊出身でパラグアイに行かれていて、はい、その後、まあ、今地方でまた看護師として働かれているユッキーさんにお越しいただきました、はいはい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンと、はい、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。